鳴滝遺跡外観2018年3月現在、遺跡域はテニスコート利用されている。鳴滝遺跡は、和歌山県和歌山市全明寺にある古墳時代の倉庫跡の遺跡。1982年、木の川河口に近い泉山脈南6の低級領地で発見された、大型の掘立柱建物7棟が整然と並んで建てられていた。個々の建物は、 妻川の中央に塔持ち柱を持った桁行島、張間島の切り妻高床式構造になっており、また大量の水駅が発掘されたことから、古代豪族騎士に関係する倉庫跡と推定されている。出土品の年代が五世紀前半に集中していることから、何らかの目的をもって短期間利用されたものであったと推定されている。和歌山県立キーふどき不の丘にて、 特別陳列された。ナルタキ倉庫群の建物ナルタキ遺跡の倉庫群は、7棟の巨大掘立柱建物が整然と配列して建てられている。いずれも桁行ユ島、ハリマ島で、つま入りの高床式切り妻作りと推定される。最大の建物は桁行ユキ10.1メートル、ハリマ8メートルで、畳50畳ほどの大きさがあり、全国的にも屈指の規模である。 和歌山県立キーフドきのおカジオラマ説明文より引用。ありがとうございます。